はい、こんにちは。東アジア崩壊ニュースです。今回は、漢字を廃止し、文献を読めなくなった亡国の悲劇といった感じでね、こちらの記事をご紹介したいと思います。最近、まあ、最近というか、以前からもよく、紹介させていただいているんですが、ケント・ギルバートさんが書いている、記事になります。ケントさんのブログ、アメブロで、こちらですね、ケント・ギルバートの知ってるつもりというね、ブログをしているわけですが、この方で昔から日本で、よく活動されている人ですが、ここね、最近は、まあこのブログを読んでもら、見てもらえればわかるように、こういった感じでね、日本と、まあ諸外国の、まあ主に韓国と中国などの、歴史問題について、ね、いろんな情報を発信したり、もしくはね、記事を書いて、くださっている方です。ちなみに一番最近の記事は7月19日、昨日ですが、アメリカの議会で、マイク・ホンダ、米下院議員を選挙法違反の疑いで捜査中といったね、なんとも興味深い情報をね、出してくださっていますね。まあこのマイク・ホンダ議員はですね、もう今やめちゃくちゃ有名な議員ですが、アメリカにおいて、日本を貶めるような、そういう法案だったり、まあ、決議をですね、アメリカの議会の方に、通そうとね、まあ、精力的に活動している日系の議員さんですね。あとは韓国の慰安婦のおばあさんをアメリカに、まあ、招待してね、いろいろ、イベントをね、している方なので、まあ、日本にとっては、あまり良くない、あまりというかね、まあ、とんでもない議員さんで有名な方です。まあ、今回ね、この記事は関係ありませんね。今回ご紹介する記事はこちらですね。日本語と漢字を廃止した亡国、文献を読めないのは、悲劇か、はたまた奇劇か、といった形でね、記事を書いてくださっています。で、まずこちらの記事の方をね、ご紹介して、それに関連して、またちょっと、ウィキペディアのね、関連ページもご紹介したいと思います。はい、では記事の方、誠司さんから読んでもらいましょう。どうぞ。日本語と漢字を廃止した亡国。文献を読めないのは、悲劇か喜劇か、K. ギルバート氏。私は、ブログとフェイスブックに載せる記事を、原則として、日本語と英語の2カ国語で書いている。記事の題材や資料が英語の場合、先に英語で書いてから日本語に翻訳する。この場合はあまり苦労を感じない。しかし参照する資料などが日本語だった場合、先に日本語で記事を書いてから英語に翻訳する場合が多い。このパターンは少々厄介だ。日本語は漢字という1種類の表意文字と、ひらがなとカタカナという2種類の表音文字を組み合わせて表記でいい。しかも助詞をうまく使えば、日本語は文の中で語順を入れ替えることすら自由自在だ。他方英語はアルファベットという26文字だけで全てを表現しなければならない。便利な助詞は存在せず、統治法などは限られる。ちなみに日本語の仮名は50音と言われるが、ガザダバコウの濁音、バコウの半濁音、ん行とヤユヨワという捨て仮名を入れると、ひらがなは76文字、カタカナは部も使うから77文字ある。加えて常用漢字は2136字、4388音訓もあり、同じ言葉でもどの文字詞を使うかで微妙に意味を変えられる。したがって日本語で文章を書くときの自由度の高さは英語とは比較にならない。うまい皮肉を日本語で思いついても英語で表現しようとすると本当に大変なのだ。世界に誇るべき日本語の表現力だが、前回の連載で君が代の変遷について書く際に、日本の初代文部大臣の森有則について調べていたら、驚くべき事実を知ってしまった。森は10代で英国に留学しており、英語が非常に堪能だった。この日英バイリンガルの大先輩は、日本語を廃止して英語を日本の国語にすべきだと考えていた。漢字の複雑さを特に問題視していたようだ。確かに明治初期の漢字は今よりも複雑で数も多かった。話し言葉は口語、書き言葉は漢文という不自由な習慣もあった。
西洋に遅れた政治や経済、科学などの学習に必要不可欠な英単語は、日本では概念すら存在しないものが多かった。例えば社会、存在、自然、原理、自由、個人、品性、人格、情報、近代、良し、恋愛、芸術、彼、彼女などの言葉は江戸時代の日本にはなかった。明治期の先人が苦労を重ねて生み出したのだ。もしこれらの言葉が使えなかったら、日本語の文筆作業は相当もどかしい。だから当時の森の気持ちも理解できるが、現代から見れば満41歳で暗殺された森の考えは若気の至りだった。ところが本当に漢字を廃止して独自の表音文字だけにした国が日本の近くに存在する。結果国民の大多数がわずか70年前の書籍や新聞を全く読めず、真実の歴史に向き合えない。悲劇と呼ぶべきか喜劇なのか、それが問題だ。はい、というね、記事でした。では記事をもう一度、振り返りたいのですが、この記事の中で、ケントさんは日本の初代文部大臣である森有則、氏について触れていました。この森さんという方はウィキペディアのページもね、出しましょう。森有則、1847年生まれで、ですね、先ほどケントさんも言っていましたが、ですね、41歳ですね。まあ、41歳で没と。まあ、暗殺されてしまったわけですが、ですね。まあ、この森さん、明治18年、第一次伊藤内閣の下で初代文部大臣に就任したと。伊藤博文さんのことですね。しかし、明治22年、2月11日に、国粋主義者であった西野文太郎っていうんでしょうかね。切りつけられ、翌日死去、43歳だったと。先ほど41歳となっていましたが、こちらで43歳とね、なっています。まあ、この辺はどちらでもという感じですが。で、ここです。当時の新聞がある大臣が伊勢神宮内宮を訪れた際、社殿にあったすだれをステッキでどけて中を覗き、土足厳禁の拝殿を靴のままで上がったと報じ、これは伊勢神宮不敬事件というそうですね、問題となったと。この大臣とは森のことではないのかと、急進的な、桜花主義者であった森に人々から疑いの目が向けられることとなったと。この事件は真実かどうか定かではないが、この一件が森が暗殺される原因となったということらしいですね。うん。で、先ほどケントさんが、この森が、この森さんという方ですね。まあ、英語に、うん。日本語を英語にしようじゃないかという記述があったのですが、あ、この辺ですね。はい。うん。ちょっと黄色くしましょう。見やすいように。英語の国語化を提唱したこと。国語外国化論。で、失礼しました。国語外国語化論でも有名で、明治5年には、イェール大学の言語学教授のウィリアム・ドワイト・ホイットニー宛てに、不規則動詞を規則化して、簡略にした英語を日本の国語とするべきではないだろうか、という書簡を送っていると。だが、ホイットニーは、簡略化した英語に否定的な見解を示した上で、日本語のローマ字化を除いては日本語の廃止に反対しているということですね。うん。まあ、ここに書いてあるように、日本語ですね、英語にしようとしたらしいのですが、まあ、このホイットニーさんという方は反対したということで、良かったですよね。本当に。まあ、ケントさんの記事に戻るわけですが、こちら2ページ目。日本語を廃止して英語を日本の国語にすべきだと考えていたようですね。うん、漢字の複雑さを特に問題視していたと。うん、しかし、ケントさんはね、当時の森の気持ちも理解できるが、現代から見れば、満41歳で暗殺された森の考えは若気の至りであったと。うん、もしね、本当にこれが実現して、日本語が消えてしまったとしたら、昔の日本語の
文献とか全く読めなくなってしまいますよね。そうすると昔の研究も全くできなくなってしまいますから、それは非常に大変な事態になっていただろうとケントさんは言っていますがね。ここです。黄色いところ。最後。ところが本当に漢字を廃止して、独自の、表音文字だけにした国が日本の近くに存在すると。結果、国民の大多数が、わずか70年前の書籍や新聞を全く読めず、真実の歴史に向き合えない、悲劇と呼ぶべきか、喜劇なのか、それが問題だと言っていますがね。まあ、この亡国というのは、まあね、答えるまでもなく、韓国のことですね。で、こちらのページはですね、やはりウィキペディアのページで、まあ、朝鮮における漢字というページなのですが、こちらも軽くご紹介しておきましょう。朝鮮語の語彙には固有語と漢字語があるが、現在の韓国では漢字語のみに漢字が使われると。ただしその使用頻度は高くなく、通常ハングルのみで表記される。1970年から始まった漢字廃止政策によるところが大きいと。漢字をね、廃止してしまったんですね、韓国は。さらに、まあ、韓国ではね、文字戦争というものが長い間起こされていたようです。李氏朝鮮時代には漢字の知識の有無が知識人と大衆を分け隔てる一線とされたと。まあ、昔から漢字はあったのですが、漢字を使える人は知識人とされていたようですね。そして、まあ、漢字教育の廃止というものがね、あって、しかし、やはり朝鮮語の単語の約6割は漢字語であるため、ハングルで書かれた漢字語を文脈で理解するのは非能率的であり、抽象的な、学術用語を漢字を念頭に置かずに正確に理解することは困難であるとの批判が起きていると、いうようで、まあ、漢字復活派によれば、漢字教育を確実に行えば、すべての学術用語は見ただけで理解できると。さらに韓国人の中では、国際教育、競争力の面から漢字教育を肯定的に捉える意見もあると。漢字が読み書きできれば、中国とはもちろん、日本、台湾、シンガポールなどで筆談による意思疎通が可能であり、東アジアでの共通文字である漢字を捨てることは、国際競争力を弱めるという主張もあるようですね。まあでもやっぱり一番の問題は、韓国の昔のね、漢字で書かれた歴史書、そういうものをね、今の人たちはほとんど読めないっていうことに問題があるのでしょうね。まあ、ケントさんがね、言っていますが、いくらね、歴史を学べといったところで、そういう学ぶというかね、学ぶ以前のその書物を読むっていう基本的な能力を持つ人が今の韓国では非常に少なくなっていると。そこが問題であると言っていて、まあ確かにね、日本がいくら歴史の真実をね、韓国は学べと主張したところで、学ぶ能力がないんでしたら、ね、そういう文献を読む能力がないということは、そういう情報をね、発信する能力もないということでつながりますから、必然的にそういう情報がね、出てこないということになりますので、そういった意味では日本はね、まだまだ漢字使ってますから、普通にそういう情報を発信できるね、能力を持った人が数多くいますし、発信してくださったら理解できるね。まあ、普通に読める人もね、たくさんいるわけですから、ここがやっぱ日本と韓国の大きな違いでもあると思いますね。はい。ではですね、今回の動画はこんな感じです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。